じゃあ、改めまして、私、大城聖光と申します。よろしくお願いします。今日は。上場ってご存知ですか？四季田上場の上場というところをご存知ですか？これから2キロぐらい、市民体育館ございますよね。那市民体育館。あれの上の方です。ここからここまで、ずっと、当時は、バスというバスもそんなになかったですからね、もう歩いてずっと通いました。すごい、いつから？3か年間。すごい。3か年間ね、まあ、そんなこと言ったら、ね、手前味噌ですが、私は一回も欠席も欠勤もなくて、3か年間会出席証をいただきましたよ。じゃあ、それじゃあ、はい、那覇市戦争体験と。でちょうど私はね、まだあの時は5歳ですのでね。聖光さん、生まれたのは何年何月ですか？あ、すみません、はい、私生まれたのがですね、1939年、昭和でいうと14年ですね、の8月とかに上間の方で、七名兄弟の中の5番目、ちょうど6男1女の7名兄弟で上間の方で生まれました。生まれ育ちました。でちょうど私が生まれた時に、もう皆さん太平洋戦争というのはご存じないと思いますが、太平洋戦争がね、始まった年、勃発というんですがね、始まった年でした。そしてね、太平洋戦争が始まる前に、この沖縄ではこの沖縄守備隊という日本陸軍32師団というのが設立されましてね、沖縄守備という形で沖縄の方に配備されたんです。でこの当時 の司令官という方が牛島という司令官ですね、この方が配置されてね、そうだ、日本軍は配置されたら、この日本軍がこの一箇所になって駐屯するという場所がないんですね、という格好で上間にも部隊、この師団の中には部隊の名前があるんですよ。ちょうど玉部隊というのが上間には駐屯しておりましたね。でこの玉部隊の中の小隊、まあ、下の何て言うんですかね、集団ですね、まあ、大体14名から12名で1小隊というふうに言われてるんですが、ね、この小隊があって、軍隊は日本軍は小隊があって、中隊があって、大隊があって、そういう格好で組織はされてね、それが上っていくと師団ということになるんですが、先ほど申し上げました第32軍師団と牛島中将がこの指揮を取られていたんですね。でそういうようなものがあって、日本軍は一箇所に駐屯する場所がないもんだから、上間には各うちの方に、大きめのうちの方には分散して、小隊ごとに分散してね、各家庭の中に日本軍は駐屯したんですよ。でその時私のうちは大きめではあったんですが、私のうちには中東はなかったです。というのは、祖母、おばあちゃんが当時助産婦やっていてね、その関係で助産婦をやりながら地域のちょっとした医療関係まで当時医者代わりの格好でちょっと見たりしていて、で毎日このお客さん、来客患者さんが大勢来るの で兵隊の駐屯というのはなかったんです、僕のうちには。で そしてですね、
で、中東はないんですが、逆にうちの祖母、おばあちゃんは、この兵隊の皆さんがその日の任務を終わるとね、うちの方でちょっとしたもてなしというかね、集まってここの方で将校連中が集まってね、このやったりするような場所にね、場所を提供していたんですね。で、そういう格好で、もうこれは全部当時のうちの祖母というのはちょっと金銭的には助産婦やってという形でゆとりがあったもんだからね、この金ももらわないで中東にしなかった見返りという形でうちの方を提供して、夜はこういうような格好で将校の皆さんの休み場所、懇談の場所という形で、その時はそのご飯とかも全部、いや、食事はね、皆さん軍隊一緒になって全部作りますので、まあ酒とちょっとしたつまみですねを出してやっていたようで、まあ、そうしたら軍隊ですね、決まりがあってね、もう時間はピシャッと決まってますので、終わるのももう長くても9時には終わるという格好でやってたようです。で、ちょうどうちの祖母は昭和11年に大和にこの三番の修行に行っていてね、11年に帰ってきて12年でうちで開業したんです。まあ、当時はね、まあ、ちょっとうちの祖母は評判が良くて、中上からも島尻からもこの客が来るような形でね、で客が来てもね、金的に金銭がない方にはね、金をある時に払えばいいから、まずは体が大事だからということで、こういう格好で三番の妊婦の皆さんをね、全部こういう格好で面倒を見たようですね。まあ、そういうようなことがあって、まあ、小城さん、上間に日本兵たちが来たのは何年ぐらいの時ですか？何年昭和の10年頃ですね。昭和10年。10年頃ですね。というのは1944年。4年ぐらいですね。はい。というのは、日本軍は中国に攻め込んで、中国に攻め込んでいったんですがね、なかなか中国という国はもう日本と比べにならないほど大国でね、なかなかこれが日本軍は占領できないわけですよ。そういうことでこの戦争がもう長引いて、いよいよこの日本軍もですね、資材不足、まずは燃料不足ですね、まあ、石油ですね、当時のそれが不足した格好で、日本軍は まずはこの今のアメリカのハワイですね、真珠湾攻撃というのをこうやったんですよ。真珠湾攻撃、陸軍が真珠湾攻撃をやって、で海軍が真珠湾攻撃をやって、陸軍はマレー半島あたりにまた侵攻していったんです。この資源を求めてですね、もうそういうような格好でやっていたのが、このアメリカ、イギリスとの相当の利害関係が生じてですね、逆にアメリカが日本との友好条約を破棄して、この日本軍は、ね、アメリカがこれを破棄したもんだから、逆に日本に真珠湾を攻撃したんですよ。で、真珠湾を攻撃したら
日本、あのアメリカは黙っていないんでね、昭和の11年の1945ですか、45年に、まあ、当時の十条空襲という10月とかに11年の10あのあ10年ですね、ごめんなさい、10年の10月とかにあの那覇に対してあのビリ重工という大きな当時の飛行機で、ね、これ全部那覇市を焼き尽くしたんですよ、爆撃して。で当時は上山から那覇はこういう格好で見える高台ですので、でうちの、 あの若い連中を那覇が燃えるのはもうずっとここから見てたようですがね、当時那覇市は 80% ぐらいまでもう焼け野原にされてですね、あのもうこれからが沖縄戦というのが始まるんですね、まあ、鉄の暴風と言われた沖縄戦戦争があの始まるんですね。もう聖子さんもその那覇が焼けている光景というのは、いや私はね、あの時はまだ5歳ですのでね、そういうことは全くどういうことかもわからないでね、もうこれは親とか兄弟連中から聞かされた話でね、あの十条空襲の話はあの聞いたんですがね、そういうことでやって、あの十条空襲が終わって、そしてこれしばらくしたらですね、アメリカ軍がこの沖縄の方に上陸するということで、当初はですね、あの島尻の港側、南城市ですね、今の港側とご存知、わかる？南城市の今の南城市で、沖縄の言葉で港湾、港湾という港も違うんですがね、ここから米軍は上陸するという話が出てですね、日本の守備隊は全部この南部の方にあの集結して、大砲とかそういうのも全部持っていったんですよ。そうしたらこれが当時の陽動作戦、陽動って分かります？ここの方に嘘を言って引っ張ってくる、あのここに向けると、太陽のように導くという字を書いて陽動作戦というんですがね、そういうことでやったら、あれはからや米軍はまずは渡嘉敷島を攻略してですね、で渡嘉敷島をなぜ渡嘉敷島かと言ったら、本島を攻略するには日中はこういう格好で、あの船は表に出てて戦って、夕方になるとこの渡嘉敷島の後ろの方に船連中は全部隠れるわけです。まあ、そういうような方法をやりながらですね、日本を攻めてきて、それからさっき言った港側から上陸するという陽動作戦と違って、実際に上陸したのはこの石川の反対側の方にあの上陸したんですね、読谷の方に上陸、ちょうど読谷と石川の間はこの1キロぐらいしかないんですよ。でここからやったのがですね、あの12年の4月1日、4月1日はエプリルフールと言います、わかります？エプリルフールということでね、日本軍は何の抵抗もしない。そうしたらもう米軍はですね、何の抵抗もないし、ピクニック気分でね、エプリルフール、フールで日本軍に騙されてるかなと思うぐらい、こういう格好で無血上陸ということを言ってます。無血というか血を流さない上陸ですね。45年の4月1日4月1日に無血上陸をして、その時上まではまだその時はまだ上間ですか、避難してる、上間です。私たちはあの上間にいてですね、
でちょうど当時は屋敷の大きいところで各うちに防空壕というのがあったんです。で防空壕、うちの方も防空壕があったんですがね、家族全員がここに避難して寝泊まりできるような大きさではないもんですから、この防空壕からは出るんですがね、なぜこの防空壕から出たかというと、このアメリカ軍が上陸して後ですね、ラハの方も毎日もグラマン、当時の戦闘機ですね、グラマンという、今でいうこのジェット機でやってるんですが、あれの、 プロペラで飛ぶような飛行機でね、でこれやっていて、でそれで私の家の上間の方も全部焼けてしまって。爆弾を落とすんですか？はい、爆弾爆弾というのはね、ちょうど上間 の北側外れの方に軍隊の野戦病院があったんですよ、まあ、その病院があるということで爆弾を落とさなかったのかなということもあるんですがね、この爆弾というのは落とさないですというの、銃でダダダダダって、機銃とね、飛行機からバラバラと機銃で、まあ、機銃操作というんですがね、これでもってやるか、で建物があるところは焼夷弾を落として焼くと、もう焼け野原というような状態を作るのが米軍の狙いだったんですね、まあ、そういう格好でうちも焼け出されて、最終的にはもうこのうちにも折れないもんですから、うちから約300メートル離れた同じ上まではあるんですが、そこの方に地域の歓月会をやる広場があるんですよ、まあ、そこの広場のそばの墳墓ですね、お墓、これを改造した中でここの方に避難していたんです。これ4家族で20名ぐらいここには避難しておりましたがね、で日本軍は次第次第に戦闘で追い詰められてきてですね、この日本軍はもう行くところもないということで、最終的には僕らが避難している場所に来て、この号は日本軍が軍事作戦上使うのでここは明け渡せということで、もうすごい剣幕でですね、当時の日本軍の指揮官というのは刀持ってるんですよ、日本刀という指揮刀というんですがね、当時はこれを持っていて、これを振り回してですね、聞かなければ切るよというような状態で追い出されてですね、それからちょうどこの号というのは一日橋をこうして見えるすぐ上の方にあるんですよ、でここから追い出せて、その翌日、追い出させた翌日はですね、みんな荷物をまとめて、この一日橋を、当時一日橋もですね、日本軍はアメリカ軍がこの戦車とかそういうのが渡れないように橋も爆破してですね、でそういう場所をですね、この家族みんな揃ってこの塚山という部落があるんですね、灰原の灰原町の方に、そこの方にを通って南部の方に避難したんです。当時日本軍はですね、この戦争の時に南部が安全だから住民は全部南部の方に避難しなさいというような形で避難を進めたんです。ということで我々もこの南部の方に避難したんですね。まず従順講習があって、あとですね、家族、うちの方も家族会議を開いて、ヤンブルの方に家族避難しようかということで話し合いを持ったそうです。しかしこの日本軍が毎日うちの祖母の方に
来て、この今週もなんか話し合いもやったりしている、内田もですか、うちの祖母はですね、おばあちゃんは、日本が負けるわけはないと、だから避難も必要ないということで、このさっき言った防空壕の方に避難していたんですがね、ここからも日本軍に追い出されて島尻の方に行くということになるんですね。ちょうどうちの兄貴、一番上の兄貴、当時の日中在学中だったんです。日中ってのは今の那覇高校ですね、ここに在学中だったんですが、ちょうどその時の2年生で、この学童隊という形で日本軍に従軍するんです。で、この従軍するのがですね、南部で特攻嫌い、特攻というのは分かりますか。この嫌いというのがですね、ちょっと差し持ってるか差し見せましょうね。こういうボートですね、これにね、爆弾を積んで、一人の人でこれを操縦して米軍の戦艦にぶち当たるということで、もう一緒になって、このボートと一緒にこう知るというのがその戦法だったんですがね、これが特攻嫌いと言われているんです。もう一つは戦闘飛行機でやる特攻がありますよね。もうあれは空から、これは海からということの特攻嫌いがあってね、もう一つはもう変わったものでは、これは小禄にいる海軍の方がですね、海軍と言われながら戦う資材もないもんですから、この急増爆弾というのを、爆弾を作ってですね、これを背負ってアメリカ軍の戦車が来ると隠れてて、目の前に来たらこの戦車にぶち当たって、この戦車を爆破するという戦法を取ってね、これをまあね、人間が爆弾を担いで戦車にぶち当たると、飛行機でやるのと、このボートでやるのと、人間が直接ぶち当たってやるというのが一つの戦闘方法だったんですね。長男さんは徴兵されて、はい、南部のどこで特攻嫌いを？特攻嫌いはですね、これは港川方面ということでね、はい、場所は私もはっきりわからないですね。でそこで特攻嫌い作ってたんですか？それ特攻嫌い操縦すること？作られたものをこの整備したり、海に浮かべて特攻に出ていくのを準備するというようなものでですね、やっていたんですが、でちょうどこの時にうちの兄貴は米軍の艦砲射撃の破片でこの腹の方を負傷してね、それでうちの兄貴は、あんたはもうここでは業務は遂行できないから、うちに帰って療養しなさいと、帰りなさいということで帰されてですね、その後は日本軍から離れて家族と一緒になって避難行動を、我々と一緒にこの、やりましたけどね。上間のお墓に避難した時にはもう長男は戻ってきてたんですか？戻ってきてます。はい。で、日本兵の方たちに、出て行けって追い出された時も一緒に一緒です、はい。まあ、その時はね、うちの祖母が、ばあちゃんがこの、ま、毎日夜はこういう将校たちにもてなししているので、こういう話をやっててもね、もう今は時が違うと、どうしてもこの号は日本軍が
作戦上必要だから、あんた方は関係ないから出て行けと、いう格好で追い出されたようですね。米軍が上陸した後ですか？上陸した後です。はい。すでに米軍はですね、上陸したら、まずは嘉数高地での激戦があるんです。まあ、しかしこれも1日で日本軍は米軍に敗退されてですね、それからあとはこの新都市の方に羅氏の大きな水道タコがあるのをご存知ですか？ここシュガーローフというんですがね、まあ、アメリカやの皆さんはシュガーローフと呼んでいたようですがね、でここでの戦闘がもう一番長い戦闘ですね。1週間ぐらい、1日に4回この高台を取ったり落としたり、でこういうことをやってですね、結局これも1週間後にはこの米軍に全部負けて取られてしまってですね、でこの日本軍は結局はもう首里でも方に、まあ、司令部号というのが公開省という格好で整備してますよね。首里城下の方の号があるんです。で私もこの戦後の中に入ったことはあるんですが、まあ、当時はまだまだ整備もされていませんでしたので、あちこちにこの手榴弾が仕掛けられて危ないからもうこれ以上入らないということで、そんなに中までは入ってみることはできなかったんですが、ね、まあ、そこでやって、でここからも追い出されて、この32軍師団は南部の方に下がっていくんです。で安全だから南部に避難しなさいと言った軍隊がですね、ここに来たもんだから、もうここが南部ではもう非常に激戦地になってしまってですね、結局はここで日本軍というのはもう最後の終わりというのをやるんですね。基本な読谷に上陸してからこう南下してくるじゃないですか、はい、でその過程であと聖光さんの上間の方にも来て、ここは明け渡しなさいって言って、で聖光さん、その聖光さんたち家族当時は聖光さんとお母さんと祖母、姉とですね、姉さ、まだ小学の三兄弟、次男三男四男、私五男も一緒にですね。でお父さんはその時はまた防衛隊の徴兵、はい、で父は父でですね、もう年ですから、もう兵隊の召集というのは避けられたんですが、逆に沖縄で防衛隊という格好で日本軍に召集されてですね、ちょうど私の家は廊下でしたから、この馬を養っていたんですよ、農耕用の馬を。馬も馬車も一緒に、親父も一緒になって召集されてね、で父は軍隊の弾薬運び、この馬車を使ってやったようです。そのお墓の号を追い出された後は、一日橋の川、下の川を通って南部に、はい、どういう経路で避難していくんですか、その後。いやもう塚田までは行ってですね、もうその時はちょうど4月ですから、雨の時期なんです、沖縄の、うん、で雨の時期でですね、このもう気の身気のままの状態で日本軍に追い出されていますので、もうあちこちのこのホラーラがあったらホラーラに避難する、場合によっては人のはこのお墓の方に避難するというような形でね、もう本当に飲まず食わずで、で当時は何を食べてたかというとですね、畑のあるきびをかじって食べる、まあ、そういう中で大根を取ってそのまま食べる、人参を取ってそのまま食べると、そういうような逃避生活というのがですね、
5月にぐらいまで続いて、ちょうどもう米軍に追い詰められてですね、南部の方にまで来てですね、で ここではあの南部のですね、追い詰められて、この小高い海辺の近くまであの来てたんですよ。そしたらその小高い丘には日本兵が沖の艦船を双眼鏡でそこの動きを監視してる日本兵がいてね、あんまりここで動くと向こうから砲撃されるからあんまり動くなということに言われてですね、それじゃあという格好で、もう このままでは みんな家族が全員揃ってという行動は厳しいので、祖母と三兄弟が一つのグループ、そして私と母が一グループ、姉と姉が一グループという格好でこの避難したんですよ。で、兄と姉はこの爆弾が落ちた後の穴にですね、当時この持っていた小さなあのカバーですね、カバーでもって上を覆って、上の方の飛行機から見られないような格好でこう平をしていて、それで祖母と上の三兄弟がこの丘のそばの方にこの避難し、これから5、6メートルぐらい離れたところで僕と母が畑の後方に避難していたんですがね、この有墓内やそこの方に沖の艦船から撃たれた爆弾が近くに落ちてですね、祖母と三兄弟はここで亡くなるんです。で、祖母と二人の兄は即死状態、一人の兄はこのちょっと生きていて、ですね、1時間ぐらい生きてたんですが、まあ、出血多量でここで死亡ということでですね、まあ、当時うちの母が言うには、まあ、目の前でこういうのを見ててもね、涙さえ流しきれなかったと、というようなことでね、それで5時になるとアメリカ軍は砲撃やめるんですよ。さっきも申し上げたように、まあ、夕食時間なのか、もう夜に備えてあの休息なのかですね、そういうことでやっていて、この戦闘がちょっと砲撃が小休止になった時に、この亡くなった祖母と三兄弟はこの穴にそのまま日本軍の方々が埋めてもらってね、でその夕方に生き残った私と母と兄と姉4名はこのその場所から離れてですね、もう近くのこの畑の中をうろついている時に米軍に見つかって捕虜にされるんです。場所は糸満ですか、その畑。今の糸満ですね。当時は真振りですね。はい、その艦砲射撃を受けたのも真振り。真振りです。もうこの場所からちょっと離れたところでね、さまよっている時に2、3日ぐらいこの畑の中をさまよっている時、あのこのアメリカ軍に捕虜にされるんですよ。で、捕虜にされてですね、アメリカ軍に連れられて、他に捕虜になった皆さんが集まっている広場の方にみんな集まられて座らされてですね、そしたらみんなもうこれは何をされるか分からんということで、もう話も誰もしない、みんなうつむいてばっかり、うつむいてですね、やってる時にアメリカ兵がですね、カバンから当時の、 あのショーケースというアメリカ軍の非常食というのがあるんですよ。
コロナ禍にはですね、いろいろお菓子も入ってるし、コーヒーも入ってるし、そういうような場合、戦闘中にあの食事ができない時に、アメリカ軍はこれを食事というふうにやるものを開けてですね、こう食べなさいというか、仕草で、英語ですから、あの英語で言っても通じないんですから、もう食べなさいというのをこう出してもですね、誰も食べようとしない。というのは、当時はですね、アメリカ軍はこういうものに毒を入れて殺すから食べるなというのが、日本軍から言われていたんです。まあ、そういうような格好でね、これも食べなかったもんだから、アメリカ兵がですね、この自分で開けて食べてみせて、大丈夫だよと言わんばかり食べてみせたらですね、まあ、それからは、ああ、これは大丈夫なんだということで、僕らも食べたんですが、これがチョコレートだったんです。なんかその味は、今でも私は、ああ、うまかったなあという味は、今でも思い出しますね。まあ、それから、この米軍に捕虜になってから、この場所から米軍のトラックに乗せられて、収容先、おそらく収容先は石川だったと思いますがね。発電の方の、うるま市石川。うるま市、石川の方に、あの、だったと思うんですが、行く途中で、今の南城市の敷屋という部落で、小休止があったんです。それから車からみんな降りなさいと。いうか、これ車から降ろされて、そうしたら、この敷屋に避難している、あの、皆さんがですね、あ、こういう皆さんが来ているという格好で、ここに知人とか知り合いはいないかという格好でやっている時に、うちの母の姉を偶然に会ってるんですよ。そこで避難してるうちの母の姉を。そうだろう、その姉がですね、うちの母に、これ以上もう先には行かん方がいいよと、ここで降りてね、ここで避難生活をやった方がいいよということを勧められて、敷屋で4ヶ月ほどこの第1回目の避難生活というのが始まったんですがね。4ヶ月ぐらい。 そして当時はこの避難民をこの面倒を見ている、これ日本の方々だったんですが、このそういう方々がですね、この避難民の食料を集めるために、この畑の中に残っている作物、まあ、当時から言えばこのキャベツとか人参とか大根とか、そういうものを採集してきてですね、避難民にこう配るために、この最初に行くんです。これ米軍の車でですね、米軍が誘導して行くんですが、そしてその採集して帰る車の中でですね、うちの父らしい人を見たという人が報告を受けてですね、その報告を受けて、翌日はうちの 兄が若い連中を2、3名伴ってこう行ったら、玉越宿部落で、当時の玉越宿さんの玉越宿部落でですね、父がうろついているのを見て、この連れ帰ってきて、当時 あのこのほぼほぼって言ったんですが、この避難民の面倒を見ているこの事務所があってですね、そこの方にはちょっとした診療所もあったもんですから、ここの方で診療を受けたんですが、敷屋の中に、敷屋の中でですね、当時父はこのここ頬、右頬の方をですね、まあおそらく鉄砲で撃たれたんだと思うんですが、ここを貫通してですね、破傷風になっていて、これも食事も取れないということで、
連れ帰ってきて2日後には亡くなってですね、死亡して、でこれをあのここに避難している皆さんがこの敷山がこの海辺の方に埋葬してあのやってもらったんですよね。僕夕方になるといつもうち僕は母に連れられてこの父の埋葬地の方にこの手合わせに行ったんですが、ね、まあ、その時に行った母が言葉がですね、もうどこともわからないところで不明死するよりかはせめて2日でもね家族の目の前で死んだのはねありがたいことだということで、もううちの母はですね戦争が憎いということでね非常にあの嘆いていましたね。というのは祖母、子供3人、そして夫も、もう5名がそういう格好であの去った戦争ではなくなっていますのでね。でいつも母はもう戦争というのはこうやるな、やるもんではないということで、いつも母はそういうことでは嘆いておりましたよ。そしてもうここで4ヶ月ほど敷屋部落で修行されてですね、次は個別の方にこの回し、当時の回し村民は移動です。でそこの方に移動してですね、でここでもう米軍が一時期もうテントを張ってそこで過ごしているところの後をですね、我々がまた後をここに住むという格好で、ここでもう3ヶ月か4ヶ月ぐらいおりましたけどね。でちょうどその時にこの敷屋から次はどこに移動したんですか？米巣ですね。米巣、はい、米巣村の方に移動して、それ回し村民だけなんですか？村民だけですね。その時じゃあその区長さんみたいな人とか旗持って次は米巣に行くよってやった？いや、その時もね移動というのは米軍の車が来て乗せられてすぐ次はここだというような移動のやり方ですね。そして小別部落に移動してですね、小別部落に移動して終戦はしてます？いえ、まだ終戦はしてません。沖縄戦は6月23日だそうです。23日ですが、まだその時まではまだ、はい、終戦してますね。終戦はどこで、敷屋の時にもう終戦してました？はい、敷屋にいた時にはもうじゃあ8月15日は迎えて6月23日ですね。沖縄の戦争の終わりというのは6月23日、うん、という形でこのやりましてね。ごめんなさい、敷屋にいた時には6月23日終わってる。はい、僕は迎えて沖縄戦も終わって、はい、で日本太平洋戦争8月15日はこれ日本軍が日本軍の戦闘が終了した、降伏調印した日が8月15日です、ね、うん、それも敷屋、その時も敷屋にいらっしゃった？いやいや、もうその時にはね、かかずもなく来てます。かかず、あ、そうやって米巣に来てですね、米巣に来た時からは食料というのが敷屋にいる時にはいくらか米軍からの配給があったんですよ、食料配給が。しかし米巣に来た時からはもうこれは配給がないもんですから、ちょうどその時にはうちの長男とか若い連中はですね、日本軍が放置していった缶詰類、これを集めて食べるとかですね、 また畑に残っている野菜とかそういうものを取ってきて食べるとかというようなもので、逆にまたその時にはですね、地域のここに避難している皆さんが泥棒にですね、近くが海ですから、海から海水を汲んできて泥棒に入れてこれを炊いてですね、この食事の
味付け織りという格好で塩も作ったぐらいです。そういうこともある中でですね、で米軍がこの当時の回し村民に皆さんのあの、まあ、じじって分かります？あなた方のそういうものを集まりというものを認めると、その代わりこれにはリーダーが必要だということでですね、まあ、当時あのおられる時にはあの有名な方ですが、金城和信さんというのが当時の村長にあてがわれてですね、でその時にちょっとしたこのテント張りの中での学校もちょっと認められたんですね。でその時にこの学校の校長をやったのがうちの大先輩である上間の方が校長にもなってですね、この金城和信さんという村長さんが一番あの有名なのは、当時戦争であちこちに散らばっている遺骨、死んだもそのまま散らばっている遺骨をですね、これは戦死した皆さんたちにそのままでも申し訳ないと、村民の皆さん集まりなさいと集めてですね、この遺骨を収集してこれ一つのところにまとめようということで作ったのが慰霊の塔、関白の塔というのをご存知？南部にあるんですが、関白の塔というのが、これが南部で慰霊の塔を作る第一号です。毛氏村民がこれは作りました。これは当時はもう米軍の市街であろうが、もうおそらく米軍の市街は入ってないと思いますが、日本軍であろうが住民であろうが、もう誰かれとなく亡くなった方の遺骨はここの中にこう収骨して納めるということをやったのがこの金城和信さんという村長さんで、この申し上げましたように南部での慰霊の塔という第一号です。これ毛氏村民が作りました。当時これが今でも関白の塔という形で残っていますよね。これがあの毛氏村民が作った。そしてここで4ヶ月頃をしてですね、あとに次に今度は嘉数村の方にまた移動させられるんですよ。嘉数村って、皆さん分かるかな、黒馬からすぐあの上の方の丘の方です。南側に、ね、これもあの灰原町ですがね、ここの方に移動になってですね、ここでの面白いということは、若い青年連中は集まるともうやっぱり酒が飲みたくなるわけですよね。でこの酒を何で作るかというと、この米軍の野戦用のこのコーヒーを炊くために温めるために作るこのアルコールですね、これがこのケースの中に入ってます。このアルコールはアルコールの中にもエチルとメチルというのがあるんですね。エチルというのはそんなにまであの害はないんですが、メチルというのはこれ飲むと好物性ですから危ないんですよ。そしてこれを水で溶かしてガーゼで絞って、これを酒代わりに飲んでいてですね、いる時に一人の人が目を見えなくなって、あのなったもんだから、これでもってこの、まあ、めくらになってしまったんですね。中毒かなんかで、でこれをうちの兄貴も一緒に酒を飲んでいたらしいんですが、そんなにまでうちの兄貴は飲んでいなかったもんだから、当時この嘉数村というのは非常に水がないところでね、
この収容されているテントの前には大きなドラム缶が置かれていて、米軍からあの車でもって持ってくる給水するか、さもなければ自分たちで遠くまでバケツに持ってきて食べる水で、非常に貴重な 水だったんですがね、そういうような格好で、あの貴重な水ですが、うちの兄貴はこのアルコールを飲んだために目を失ったという人がいるということを聞いて、慌ててですね、この泥棒から中に飛び込んでですね、酔いを覚ますためにやったということで、それ以後うちの兄貴はアルコールと酒というのは飲まないんですよ。で、なんで酒飲まない、なんで飲まんのかって言ったら、いや、あの時のことを思うとね、飲む気にならないと、今でも飲まないです。これはある面ではあの いいことだったなというふうには思いますがね、そういう格好でこの終戦というのが嘉数部落で終わって、で嘉数部落からはこの歩いても1時間ほどでは今の上間までは十分届くんですよ。でそういう格好でここの方に上間の部落に帰ってきてですね、上間に帰ったのは何年何月ぐらいですか。これがね、そうですね、20年の昭和20年、はい、昭和20年だと、の6月か5月頃だったんだと思いますね。まあ、ちょうどここに帰ってきて、今の場所でもうそのまま終わったということになるんですがね。ああ、じゃあ終戦8月ですから、1945年8月で、翌年、はい、46年ですね、6年の6月で、はい、そしてそこで1年ほどして、私は当時5歳だったんですが、1年ほどして小学校に留学です。小学、マウス小学校に留学してですね、当時の小学校というのはこの教室、この地域の皆さんが、このマウス村民の皆さんが急いで作ってですね、かやぶきの馬小屋教室と、馬小屋教室という中で1年間の授業をお話ししさせました。というのはこの馬小屋教室の中でもですね、上は茅で吹かれてるんですが、窓もない、床もない、それで学校ではあるんですけど、腰掛けもない、机もない、何だったのというと、カバンの中にですね、カバンというカバンもアメリカ軍がこの捨てた雑糧という廃炉ですね、アメリカ軍が戦闘中にこの何か物を入れて、おそらく当時はちょっとした食べ物と弾薬を入れて運んだものだと思いますが、ね、これが当時の学校のカバンだったんですよ、私たちの。それに、このカバンに何を入れているかというとですね、カマスです。カマス、はい。あの、この米軍がですね、塹壕というのを掘ったときに、この塹壕を相手から撃たれる、この鉄砲を防ぐためにこれの中に土を入れて、土を盛るためのカマスですね、これを逆に我々は学校に持って行って地べたに過ごそうれませんが、このカマスを敷いてですね、学校では勉強をすると、ご座の代わりにした、そうです、はい。そうしたらですね、当時はこの黒板というのも、このベニヤ板に黒いペンキを塗ってですね、これが
当時の黒板です。これでもって帽子小学校のね2年ほどまではこれでやりました。そして紙というのもないんですよ。もちろん教科書もないです。鉛筆もないです。で、画板というのね、もう皆さん今でも画板というのはあると思うんですが、これに紐をつけて持って行ってですね、これを首からかけてここにこうやってここにやってこの勉強をするというようなことでね、当時学校から配られる紙、まあ、こんな紙ですがね、この紙も全く白い紙ではないんですよ。こういう格好で表は米軍が使ったもの、裏は白い紙でね、この紙の裏を使ってやってたんです。じゃあこの紙は何だと思ったら、米軍がタイプを打った時にまあ、失敗したのか終わって不要になった紙か分かりませんが、この紙を学校の帳面代わりという形で1日に1枚ぐらい配られてですね、これで勉強やりました。やっと4年になった時にですね、机腰掛けというのが学校には入ってきました。上間に戻ってきた最初、家も多分なくな、家はもうない。ないです。どうやって家は、はい、家はですね、ちょうどもう戦争で全部うちは焼かれてないですから、もう当時のうちというのは木造ですから、もう焼けてないものですから、帰ってきて、まあ、1年半か、まあ、2年かぶりに元の家に戻ってきたんですね。もう草ぼうぼうで、私の家は周囲は淡い石というのをご存知ですか。今のブロック代わりに当時は使っていた淡い石というのがあるんですが、30センチぐらいに1メーター50ぐらいの長さでですね、高さも50センチぐらいのもので、こう今のボロク代わりにこの塀なんかに使っていたんですよ。この塀にね、当時の戦闘の弾痕跡、弾の跡、もうあちこちにこうあってね、ところどころに破片が食い込んでいるというような状態の中でね、もううちに残っているというのは、このうちの屋敷には掘り抜き井戸があるんですが、そこでこう石で積んだこの石積みと、当時の各家庭には豚小屋があったんですが、この豚小屋も全部当時の石で、石囲いで作ってあるんですね。この石囲いのこれだけしか当時の面影を知るものはない。もう非常にこう元の家に戻ってきてももう大変な状態で、そこにも生活というのは米軍から支給された、まあ、支給というか、この2倍法という2×4インチのこの角材ですがね、この当時は2倍法というふうに呼んでいたんですが、これでにわかにこの柱を作ってですね、これの上に米軍の野戦用のテントをすごかぶせて、これが当時の住まいです。次第次第にこのこれがこの木造のかやぶきうちの方に変わっていくんですがね、当時はそういう中で生活をしていてですね、やっていたんですが、ちょっと話は戻りますがね、ちょうど日本軍には海軍と陸軍しかないんです。空軍というのは日本軍にはないんです。空軍というのは海軍航空隊、陸軍航空隊というのは、この海軍と陸軍の中にしか空軍というのはないんですね。特別に空軍というものは当時は日本軍にはないんです。で、当時は海軍大臣、陸軍大臣というのがいるんですが、空軍大臣というのは日本ではないんです。空軍というのは軍隊がないんですが、これ全部海軍と陸軍の中に航空隊という形で配属されていまして、軍隊というのは
海軍という、あ、空軍というのはないんです。そしてその日本軍に配置されたのが小禄の方に、今でも海軍号というのがあるのをご存知ですか。皆さん海軍号わかりませんか。そこの司令官がですね、太田実という、この人も中将ですがね、この人はですね、このここでさっき申し上げた戦車の体当たり方法の戦法を取るのとですね、この8月のこの人はですね、あ、6月の18日にですね、あ、13日にこの人は自決するんですよ。そしてその1週間後に牛島という陸軍の司令官が自決をして、でその時に日本沖縄の組織的な戦闘はもう終わったと いうことになるんですが、その時にですね、なぜ日本軍はこの腹を切って死ぬんだろうと、もうこれは自然家のチャンバルみたいなのを何かすると自分で腹切るのはある面では言えよと思ってるんですね。一人切られるのは屈辱ですが、自分で歩けるということはある面では言えよと思ってるんですね。その時にですね、日本軍人の極論という言い伝えという、あの命令という言葉があるんですが、極論というんですがね、生きて領主の 恥ずかしめを受けるなと、捕虜にはなるなと、だから捕虜になる前にお前たちは死ねと言わんばかりの言葉なんですね。生きて旅衆というのは捕虜ですね。恥ずかしめを受けるなという言葉があってですね、この牛島という司令官は、あ、牛島でね、太田という司令官、海軍司令官はですね、この自分が腹切る前に当時の海軍次官、大臣の下の次官に対してですね、電報を打ってるんですよ。この電報の内容がですね、沖縄県民各戦いに、県民に対し公正特別のご配慮を賜らんことをということで、非常に沖縄に対してこのこういうような恩があったということをですね、こうやってるんです。それでもう一人の陸軍の牛島中将、この人も同じような格好で、でこの太田実はですね、海軍号で自決するんですが、その時にですね、自分一人じゃないんです、400名の部下も一緒になってここで自決するんです、海軍号の中で。それで太田実はですね、同じことも繰り返すんですが、南部は安全だから南部に避難しなさいと言ったら、自分も南部まで来てですね、逆に沖縄戦のこの激戦を南部の方で生じさせたというのが日本陸軍のやり方ではあったんですね。その時にですね、牛島中将が腹切る前に自制の言葉というんですか、死ぬ前に残す言葉、自制の難しい言葉、自制の自というんですか、自というのは辞表という字を分かりますか、やめるという辞表の字というか、自制の自という言葉を残すんですがね、この人が言った言葉がですね、これは沖縄県民に対してはさほどお世話になったということは何も書いてないんですよ。全く書いてないでは、書いてはあるんですが。申し訳ないです。そろそろ まとめの方までちょっと、はい、はい。じゃあ、ここで終わりましょうね。この、
この牛島中将がですね、残した言葉を読むとですね、この太平を奉じて、太平というのは天皇の命ですね、で奉じて米軍と対峙してきたが、敵を粉砕することができなかったと。粉砕というのは任すことができなかったと。現地沖縄同胞の献身的な協力もあったと。これだけです、沖縄に対して残したことは。この敗北は陛下に対し誠に申し訳ない。最後の検討に臨んでは参加した、参加というのは死んだ兵隊ですね、将兵の英霊とともに皇室の野営を記念し、皇室の繁栄を記念し、故国の必勝を確信すると、というだけの言葉ですね。沖縄県民は、に対しての言葉というのは、牛島というのは残すので、天皇に対する申し訳ないという言葉しか残してないんですね。まあ、そういうようなことが、今回の戦争の中では、あって、私は5歳でですね、そんなにまで戦争体験というのは、母にもう連れ回されたといったら、もう母に対して申し訳ないんですが、そういうのが私の沖縄戦の体験ですね。今、その5歳か、5歳で戦争体験して、で戻ってきてからも、多分今の、まあ、僕もそうですけど、こんな、ね、ちゃんとした学校があったりとか、そういうのはなかったと思うんですけど、今その子供たちにこのなんか伝えたいことっていうのは何かありますか？その戦争を体験して来られて、で今の子供たちにその伝えたいこととかって何かありますか？いや、ちょうど今でもですね、イスラエル側が戦っている、ハマスと戦っている戦争、そしてロシアがウクライナに侵攻している戦争、あれを見たときにね、こんな政治の世界の中でね、話せば分かるというようなことの中でね、この、まあ、イスラエルは当時はドイツにいじめられたという仕返しみたいな格好でハマスには戦っているんですが、このロシアがウクライナに侵攻するということはですね、これは当時の帝政ロシア時代と全く何も変わりないです。もう弱い者は力を持って奪い取るというのが今の、もうこれは私の考え方ですが、こういうようなことがあってね、これをそういうようなものをね、国連という組織もありながらですね、国連という役目が何も僕は果たされていないというのが今の僕は世界の在り方だということでね、もっと国連がちゃんとした内容でね、こうやっていかないと、また第三次世界大戦という厳しい状態を迎えることにはならないんじゃないかなというのが私は気になってね、絶対戦争は反対、沖縄の言葉で言う、ルチルタカラと。ルチルタカラということを、皆さんよくお聞きになるでしょ。命こそ大事ですよ、ということです。そういうような精神でもってね、絶対戦争というのは、どんなことがあっても避けなければいけない。戦争というのは、お互い同士が殺し合うということですよ。絶対これは避けなければならないというふうに、私は思いますね。まあ、そういうことで、まあ、これからこの社会を支えていく皆さんですから、そういう形でぜひ頑張っていただきたいと思います。まあ、ちょっと取り留めない話になりましたけど、以上が私の話で、何か皆さんから質問があればまたお聞きしたいと思います。日本の言葉で富国強兵という言葉を分かりますか、
国が栄えるということは軍隊が強くなることですよということですよね。富国強兵という言葉があるんですがね、もう今からこんなことを考えると大変な状態です。絶対話し合いによって世界の平和というのはこの気づいていかないといけないというふうに私は思いますね。もうこれからまたもう私たちも80も過ぎていますので、これから社会を支えるのは若い皆さんですよ。そういうことでぜひこの平和な世の中を作るためにもぜひ頑張ってください。